大丈夫ですね。それでは、7月の月間 MVP、記者会見を始めたいと思います。代表質問よろしくお願いします。よろしくお願いします。代表質問させてもらいます。RKB の三好と申します。まず、五十嵐投手からお話をお伺いします。はい、まず、この月間 MVP を受賞したことについていかがでしょうか。まあ、そうですね。チーム状況がいい中で、自分の仕事が増えたっていうこともあるんですけれども、まあ、その中で自分の中で好不調の波を小さくすることとかできたのが、まあ、受賞のきっかけになったんじゃないのかなと思います。ご自身にとってはちょうど10年ぶりの受賞となりましたが、これについてはいかがでしょうか。あ、そうですか。ちょうど前回も2004年の7月でした。前半状態があまり良くなかったので、周りには夏から俺やるからっていうふうに冗談っぽく言ってたんですけど、本当になんか夏が好きなのかもしれないなっていうことを今ちょっとなんとなく感じました。で、7月に関して言いますと、月間12ホールドというのはセパ通じて最多の数字でしたけれども、これについてはいかがでしょうか。あ、そうですか。本当に自分に対してあまりその数字に対して興味がなくてですね、言われて初めて知ることばっかりなんですけれども、でもまあまあ投げたっていう記憶あるので、本当に、機会を、ね、与えてもらえたっていうことが一番なので、まあ、その中で自分の役目を果たせてよかったなっていう安心感の方が強いですかね。まあ、リリーフ1本でここまでされてきて、では今回その中継ぎとしてですね、この賞を受賞したことについて認められたというのも大きいと思うんですけれども、いかがでしょうか。なかなか中継ぎで月間を取れるっていうふうには思っていなかったので、こうしてそのチームの勝ちに貢献することだけを考えて毎試合やってきたので、こういった形でですね、こういった賞をいただけるっていうのは本当にありがたいっていう気持ちでいっぱいです。今回は投打にホークスから受賞ということになりましたが、はい、これについてはいかがですか。趣味だもんな。どうなんですかね、本当にチームメイトからこうしてね、月にパ・リーグで2人しか出ないピッチャーと野手なので、同じチームからね、こうして出るっていうことが、チーム状態がやっぱり良かったなっていうことを改めて感じました。で、今後なんですけども、やはり優勝争いに向けて一戦一戦非常に重要になってくると思いますけれども、今後に向けた意気込み一言お願いします。これからもですね、チームの勝利っていうことをまず第一に考えて、自分の役割っていうのをしっかり果たしていけたらいいと思います。ありがとうございます。ここまで五十嵐投手代表以上です。続いて内川選手に参ります。まずは受賞の喜びからよろしくお願いします。そうですね、6月でリハビリやってましたんで、まさか復帰して、1月目にこのような賞をもらえるというふうには思ってませんでしたし、自分が取ったというよりも本当に周りの人が、リハビリも含めてそうですけども、本当に頑張れ頑張れと応援してくれたおかげで取らせてもらったなというふうに思っています。7月の月間の打点が20点ということについてはいかがですか。DH で出てましたんで、守ってる選手に比べると負担も少なかったと思いますし、その点に関しては本当に、チームに迷惑をかけているところがあると思いますので、それを取り返したいという思いでわざと打席に入ってました。その20点というのはやはり3番打者としてチームに貢献している証拠だと思いますけれども、この点についてはいかがですか。打点というのは前の打者がですね、塁に出てくれて、チャンスで回してくれているおかげだと思ってますんで、その役割というのはね、やっぱりクリーンアップとして大事なことだと思いますから、今後ともそういうふうな働きができればいいなというふうに思ってます。今回ご自身4度目の受賞になりますけれども、過去調べてみますと8月に2回、今回の7月1回なんですけど、やはり夏場に強い男なんですかね。
そうですね、どうなんでしょうね、まあ、8月生まれっていうのもありますし、もともと夏がすごく好きな方だったと思うんですけれども、まあ、先日西武ドームでやった時に、ちょっと夏しんどくなってきたなというのを感じまして、周りからは年ちゃうかというふうに言われてますんで、もう夏にこう弱くならないようにしっかり踏ん張れる選手にはなりたいと思います。まあ、その各チームとも夏場っていうのは非常に重要な時期だと思うんですけども、その大事な時期にこうして活躍できているっていうのはご自身どんなことが大きいんでしょうか。チーム全体がですね、すごくこういい方向に向かっていってるという流れの中でやらせてもらってますんで、まあ、本当にそのいい流れで自分だけ乗り遅れることがないようにという思いで、毎日必死にやった結果だと思ってます。内川選手にも先ほどの同じ質問をしますけども、投打に今回ホークスから受賞ということについてはどのようにお考えですか。野手の場合はね、1日4打席5打席の中で、勝負できますけど、五十嵐さんの場合は本当に1日1イニングの中でね、それもチームの勝敗がかかっているところで毎日投げてくれてますので、やっぱ緊張感っていうのは僕らとは本当に比べ物にならないと思いますし、本当に五十嵐さんはじめね、後ろのピッチャーがいるというのが僕らにとって支えになっている部分がありますので、もう本当に、尊敬してます。すごいなと思います。はい、これで一回焼肉を覚えてもらえると思います。ご自身の活躍もあって2位に今シーズン初めて3ゲーム差をつけています。で、今後一戦一戦非常に重要になると思いますけれども、今後に向けた意気込みをお願いします。まあ、シーズン最初からですね、まあ、負けていいという試合はずっとありませんでしたので、まあ、1試合の1勝1敗というのは変わらないですけどね、本当にこう目先の1勝1敗がね、重要視されてくる時期だと思いますので、本当に今まで以上の気持ちを持って、試合にも臨みたいと思いますしね、本当チームに迷惑かけないように頑張りたいと思います。ありがとうございます。代表質問はここまでとさせていただきます。それでは他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、ただいまに、写真撮影の方に移りたいと思います。まずはスティーブさんの方から。すみません、こっちお願いします。こちらも顔いただいていいですか。すみません、にっこりください。はい、じゃあテレビ用にもう一回アボタッチお願いします。これ初めてやる。はい、はい、ありがとうございました。はい、OK です。それでは終了させていただきます。ありがとうございました。